皆さんどうもこんにちは、ヒカクです。本日は新シーズンでやってきたフランスパックレベマ比較やっていきたいなと思います。ヒカク止まるんじゃねえぞ。深夜2時に更新まとめ動画上げたかと思いきや、真っ昼間にパックおすすめ動画、そしてその日中にフランスパックまで持ってまいりました。やっぱりね、フランスパックは買った方すごく多いと思いましたので、急いで作ってまいりました。デシャン監督だけでも買う価値あるんですけど、グリーズマン筆頭にいい選手11名いますので、もう全選手しっかりと見ていきましょう。流れとしてはですね、監督選手まとめ、こんな感じでやっていきつつ、それぞれに僕の独断と偏見ではあるんですけど、こんな評価もつけていきますので、ぜひ最後まで見ていただいて、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。でまずはですね、もう見るまでもないかもしれないですけど、改めてこのパックはですね、選手だけじゃなくて監督もいますので、監督の性能を見ていきましょうか。このフランスパックのデシャン監督はこんな性能となっております。イーフト史上初のロングカウンター適正88の最大、そしてブースターはスピードプラス1。これ言うことありますか？もうマジで言うことないんですよね。ロングカウンターメインで使ってる方はもちろん、使ってなかったとしても4冠88でスピードプラス1の監督はもう持っておく価値あると思いますので、だからこそ全ユーザーにおすすめできるって自信を持って言えるところでもあるんですよね。ということでこれも踏まえつつ、選手の当たりランキング見ていきましょう。まずは第11位、 B 評価ブリスサンバ。このパックの守護神枠ですね。トップ強化のコラプシングっていうのが95迫る勢いでめちゃめちゃ高いんですけど、まあ、身長能力ともにあと一歩惜しかったかは否めないですね。スキルは完璧です。でこれね、過去版との比較でいうと、ぶっちゃけ過去のサリバの方が強いんだよな。丸2からは乗り換えなし、丸1とはまあ同じぐらいなので、契約考えたら乗り換えちゃってもいいと思います。第10位、 A 評価オリビエ・ジルー。ジルーは得点能力とエアバトル系が特徴の大型ストライカー。ジャンプトップ強化7上がりなど、もう分かりやすくね、尖ったところがありますので、ハマる人にはハマるって感じですね。スーパーサブも初期からありますので、後半からクロスメインで攻める方におすすめの選手となっております。ただスピードや足元の面から重さはかなり感じる選手ですね。この選手、過去版2枚での比較、丸1が過去最強なので乗り換えなし、丸2乗り換え安定の、丸3は能力的には乗り換えちゃってもいいかなと思うんですけど、この時ゴールキーパージルーなのでアイコン考えると乗り換えなしですね。丸4は絶妙に初期値違うんですけど、レベル上限的には乗り換えなしでいいと思います。で後半4枚に関してはビッグタイムはもちろん、どれからも乗り換えなしでいいかな。レベル上限的には無料の指名契約と同じぐらいなので、まあぼちぼちって感じですね。第9位、 A 評価ザイール・エミリー。このパック唯一の初登場枠、パリ・サンジェルマンの17歳が爆誕いたしました。アルゼンチンのブオナノってしかり、こういう若手枠入ってくるのめっちゃいいですよね。ザイール・エミリーは軽くて攻守万能なボックスボックス、スキルに関してもダブルタッチ、ワンパ、インターセプトなど、攻守にバランスよく初期からしっかりついてるのは嬉しいポイントですね。中盤でですね、軽くて速いボックスボックス使いたい方は DMF で守備的な選手と組ませてダブルボランチ起用で使ってみてください。まあ、悪くない能力ではありますけど、身長は低めなので、もうちょっとレベル上限あって、エアバトル、ディフェンス系能力が底上げできるともっと良かったのかなってところですね。第8位、 A 評価ジョナタン・クロス。スピード、瞬発とスタミナが非常に高い攻撃的サイドバックで、右サイドバックだけじゃなくて右ミッドフィルダーにも初期から本的性がありますね。デシャンのスピードプラス1を加味すればスピード95乗ってきますし、このスピードっていうのは攻守において間違いなく武器になるんですけど、まあそれ以外の能力はちょっと渋いかな。スキル的にはサイドハーフ向きな感じはするんですけど、能力を見るとどっちかというとサイドバック向きなので、まあ守備的スキルがっつりつけて5バックの右サイドバックとかで使うのが一番いいんじゃないかなって思ってますね。過去版との比較はこんな感じ。全てプレイスタイル変わってるので、そこも加味して判断してほしいんですけど、まあ、能力的には今回過去最強なので、僕だったら乗り換えちゃうと思いますね。第7位、 A 評価マルクス・トゥラム選手。珍しいプレイスタイル、デコイラン持ちでスピードとフィジカルを両方持ち合わせる大型ストライカー。身長的にはですね、さっき紹介したジルーとほぼ同じなんですけど、足元やスピードがジルーよりだいぶ高いので、まあ、扱いやすさっていうのはトゥラムの方がかなりあるんじゃないかなって思ってますね。まあ、先日さ、オカフォーも紹介しましたけど、やっぱりスピードとフィジカル高いのは正義なんですよ。ただティラムの場合はデコイランってプレイスタイルがちょっと特殊なのと、ボディコンがね結構低いんですよね。コンディションの波も大きいだったり、気になる点はいくつかあるかなって印象ですね。スタミナも低いので、スーパーサブつけて後半から使うのがおすすめです。
で、テュラムはですね、過去版2枚での比較、最初の2バージョンはラインブレーカーなので一応両方残しておきましょう。バル3の無料配布にはレベル上限負けてますけど、初期値高いので今回に乗り換え推奨、後半で言うとどっちからも乗り換えなしでいいと思います。第6位、ここからが A プラ評価、ダイオウーパーメーカーの、ウーパーメーカーの相変わらず尖ってるね。ディフェンス11振りでボールダッシュ99、アグレッシブネス98、守備意識97、このあたりのディフェンス能力とエアバトル系に関してはエピックって言われても信じちゃうレベルですよね。逆に瞬発、ディフェンスセンス、足元など渋いところはとことん渋いって感じですね。まあ、あとはね、今の C 固定環境を考えると波大きいなのもだいぶ痛いんですけど、まあ、スキル揃ってて即戦力級だし、センターバック足りてない初心者の方とかは全然ガチスカでやれるレベルなんじゃないかなって思ってますね。まあ、調子さえ悪くなければセンターバックで十分やれそうですよね。ただこれがですね、過去版との比較なんですけど、まあ、過去版持ってればそっちでいいかな。4バージョンどれからも乗り換えなくていいと思います。第5位は A プラ評価、ユースブポファナ。モナコのポファナ久々に登場したんですけど、結構いい能力してますね。スピード85としっかりスピードあった上で攻守万能でスタミナもバッチリ、スキルも初期から大事なところは抑えてますので、ブロッカーとエアバトルさえつけちゃえばとりあえずやれるんじゃないかなって思ってますね。まあ、さすがにワンボランチは難しそうですけど、万能かつ身長高めなダブルボランチ枠として優秀な選手に間違いなく入ってくると思います。で、過去版と比較してもですね、スタミナは大きく伸びてるし、あーどれからも乗り換えちゃっていいかな。こう見るとフランス代表の中盤でかくてゴリゴリタイプめっちゃ多いですね。ということで次行きましょう。さあ、ここからですね、さらに一つ評価上がりまして、 A プラプラ評価、チュアメニ選手。まあ今回のフランスパックの選手はここからの4名を積極的に育成していただきたいですね。で、フランスパックに関してはね、このチュアメニがアンカーで入ってるってのも結構魅力的なんですよね。ディフェンス13振りでディフェンス4項目のうち3つが90超え、さらにスピード80乗りつつ、パス数値もあるので奪った後の展開力も申し分なし、ブロッカーマンマーク、このスキルだけつけちゃえば十分ガチスカでやれるレベルだと思ってますね。まあ、もちろんですね、エピックとかガンガン揃ってる人だとスピード瞬発がちょっと物足りない部分はあると思うんですけど、それ以外の守備面、フィジカル、パス数値、身長、この辺りにおいては高水準なので、まあだいぶ優秀なんじゃないかなって思ってますね。今後の C 固定環境でコンディション並み小さいなども使いやすいので、アンカー足りてない方はぜひ育成をしてみてください。で、チュアメニはですね、過去版2枚での比較結構出てるんですけど、そもそも1枚目とか全部ボックスボックスなので、まあプレイスタイル的には両方残しかな。ただね、まあ全部契約切れてると思うので、個人的にはまあそれを残すほど過去のチュアメニがぶっ壊れてるわけでもないので、まあ乗り換えちゃってもいいのかなって思ってたりはしてますね。で、後半で言うと丸5丸6までボックスボックスで、丸7のね、唯一同じアンカーで言うと、まあこの時めちゃめちゃ強かったので乗り換えはしなくていいですね。丸8もハードプレスで能力傾向だいぶ違うので、両方とも残しておきましょう。とりあえずこのチュアメニに関しては乗り換えってよりは、そもそもアンカーバージョンが過去1回しか出てなくてかなり貴重なので、アンカーとして育成するかどうか残すかどうか、そんな感じで考えてみてください。そして第3位は A プラプラ評価、カマビンガ。今回のカマビンガは左サイドバック型と中盤バランス型2種類作ってみました。まずはこちらが左サイドバック型、個人的にはこっちの方がおすすめかな。無課金美課金勢だと特に困りがちな左サイドバックだし、見てください、この安定能力。まあ、スピード瞬発はですね、共に90前後あって、フィジカルあって攻守のバランスのいい能力。これ結構良くないか。無印スタイルバックで結構上がる動きがあると思いますので、4バックだと好みは分かれそうですけど、5バックの左サイドバックとかで使っていただくとかなりハマるんじゃないかなって思ってますね。ぜひ守備系スキルはがっつりとつけてあげてください。で、中盤のですね、バランス型だとこんな育成になるかな。ディフェンスを少し落としてパス、ドリブルを多めに振ってみました。いや、こう見てもね、こっちの育成も全然いいんですよね。マジで足りないポジションベースで好きな育成を選んでみてください。で、カマビンガはですね、過去版2枚での比較、ディフェンス面に関しては過去版の方が高い部分ありますけど、足元だったりとかスピード瞬発の面から前半はどれからも乗り換えちゃって良さそうですね。ただ丸2だけは守備的サイドバックに変わってちょっとタイプ違うので注意してみてください。そして後半で言うと丸6以外は乗り換えちゃっていいかな。丸7の指名契約もレベル上限普通に高くてちゃんと強いんですけど、実はジャンプ、フィジカル面などめちゃめちゃアップデートで強化されてるんですよね。ここも踏まえると乗り換え安定かなって思っております。正直丸6とも引けを取らないぐらい今回のやつも過去最強レベルに強いですね。そして第2位は A プラプラ評価、ウスマヌデンベレ。
デンベレは安定の当たり枠でしょう。逆圧最高最高のドリブルスピード瞬発ぶっ壊れ、両サイド全部できつつダブルタッチなど初期からスキルも悪くないので、サイドアタッカーとして即戦力級ですよね。いや決定力はちょっと渋いけど、グラップ80乗るのも地味にでかいんですよ。ぜひシュート系スキルをしっかりつけて完全体デンベレ目指してみてください。ただ注意点で言うと、スタミナはねめっちゃ低いので交代前提なのと、波は大きいでコンディションは不安なので、ここは注意してみてください。で、過去版はですね、2枚での比較、1、2乗り換えの3乗り換えなし。ただ前半に関しては全部コンディション面は負けてますので注意してみてください。で、後半で言うと4からは乗り換えで、それ以外からは乗り換えなしかな。6のデンベレがレベル上限高くてかなり強かったのと、5に関しても、習慣ではあるんですけど、この時ねブースター付きかつパスとか決定力まで高くて結構良かったんですよね。腕周標準装備なんかも考えると、5、6からは乗り換えなくてもいいのかなって思ってますね。さあ、そしてこの動画のメインイベント行きましょうか。このパックのビッグタイム枠、グリーズマンでございます。最大総合値型とおすすめ育成2種類持ってまいりました。まずはこちらが最大総合値型。今回のグリーズマンはですね、2018年7月15日からの登場。皆さんこの日分かりますよね。ロシアワールドカップ決勝、クロアチア戦からの登場でございます。で、このグリーズマン何がいいかって、固有のブースターを持ってるんですよ。リトルプリンス、これ聞いてクラロワを思い浮かんだ方はクラロワユーザーだと思うんですけど、それは置いといて、オフェンスセンス、グラパ、決定力、キック力と E4 項目が上がる上に、なんと上昇値プラス3なんですよね。メッシのバロンドールの時についたのがプラス4で、そこまではいかないですけど、それに次ぐ最強レベルのブースターとなっております。最大総合値は105、これが1500コインで確定ゲットか。コスパ最強すぎる。で、悩みに悩んでですね、おすすめ育成こんな感じにしてみました。今回はデシャン監督のプラス1を考慮して育成考えてますね。スピード瞬発、足元全て90超え、かつグラパと決定力85到達、キック力に関しても脚力を厚めに振ることで90弱まで上がってきてますので、マジで超万能2列目って感じですよね。しかもグリーズマン何がいいかって、スキルの初期装備いいんですよね。ラブタ、ワンパスルパ、アウトスピンまであるのもめちゃめちゃいいですね。で、追加スキルはね結構迷って、足裏ミドル根下、ここまでは確定でつけるかな。で、エラシコつけて特殊にするかは迷いますけど、僕だったら今回ちょっとつけちゃうかな。最後は闘争進化スーパーサブ、好きな方を選べばいいと思いますね。いや、これでピーコってマジで強くね。地味に守備面も過去のグリーズマンからめちゃめちゃ上がってますので、闘争心の枠にチェイシングとかつけてみても面白いかもしれません。で、僕ですね、グリーズマンに関しては比較 FC の企画でハイライトではあるんですけど、250試合ぐらい使ったので、なんとなくの感覚で言うと、正直ね、グリーズマンってなんか理不尽感とかぶっ壊れみたいのはそこまでない選手になってますね。スピードでぶっちぎったりとかそういうタイプではないんですけど、とにかく欠点がなく何でもできるので、なんか気づいたら得点とアシストに絡んでるみたいな、そういうタイプなんですよね。サイドよりも圧倒的に中央で使うのがおすすめなので、 OMF、 セカンドトップ、 CF、 この辺りで使ってみてください。一番おすすめは2列目活かしたセカンドトップかな。技術 3CF の左 ST とか使ってみると結構面白いんじゃないかなって思ってますね。で、こちらがですね、週間最高傑作とも呼び声の高い2列目ムバッペとの比較。スピード瞬発とかですね、決定力はやっぱりムバッペですけど、足元筆頭に全体の安定感はグリーズマン。キック力まで高いの偉すぎますよね。あとは逆足まで強化されれば完璧でした。で、同じですね、 B 固定の2列目クライフとの比較はこんな感じ。やっぱこう見ても攻撃的な2列目にしては守備が高いのとパスまで上手いのはいいですよね。ただし、やっぱりクライフやマップと比較してもスピード面のぶっ壊れとかフィジカルの高さっていうのはそこまでなさそうですね。さっきから言ってるように、何かが飛び抜けてるってよりも、とにかく何でもそつなくこなせる万能2列目となっております。で、グリーズマンはですね、過去かなり登場しているので3枚での比較になるんですけど、正直今回ちょっとレベル違いますね。3のショータイムビジョナリーパス持ちも結構強かったですけど、見てください、能力値で言えば完勝、スーパーサブとかビジョナリーとかないけど、シンプルに今回が一番強いですよね。2枚目に関しても同じ意見。唯一3枚目の9CL 習慣だけバグ強化なので特殊なタイプにはなってますけど、オフェンスセンスやスピード筆頭にちょっといつもとは違うグリーズマンになってますので、比べるまでもなく今回が最強と言って間違いないと思います。ということで、ここまでで全選手比較終わりましたので、最後に軽くまとめると、このガチャやっぱり全体的な安定感がいいですね。特にロングカウンターをメインで使っている方、
優秀なフォワードや守備的な中盤を補強したい方、そんな方にですねおすすめのパックとなっておりますので、ぜひこのあたりに合う方は購入を検討してみてください。今日も最後までありがとうございました。まだまだ他のパックだったりとか他のガチャ指名契約の比較もやっていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、そうだ、ここまで見てくれたみんな、昨日の動画急上昇入りました。生放送動画ダブル受賞、本当にありがとうございます。みんなのおかげ、まだまだ行くぞ。ありがとう。